日本ペイントが提案する NAX E キューブ WB 水性システム。自動車補修業界の未来に貢献します。カラーベースにとどまらず、プラサフやクリアも絶えず進化、全体の作業時間を短縮します。今までの水性塗料のイメージを覆し、進化を続ける水性システムの実力とは。日本ペイントの自動車補修用塗料水性化への取り組みは2005年に遡ります。国産初の水性クリアを含む下塗りから上塗りまでの NAX オーデベース E キューブシステム、そして2018年、進化した水性システム NAX E キューブ WB 水性システムを発表。新型プラサフ、新型クリアは今もなお進化を続けています。乾燥時間をコントロールすることが難しい従来の水性塗料、水溶性の溶剤を使用すれば可能ですが、消防法での危険物等級が上がり、 VOC 排出量も増加します。そこで乾燥工程そのものを削減するのがウェットオンウェット、この粘性制御技術によって実現されたのが日本ペイントの水性システムです。現代は自動車業界においてまさに100年に一度と言われる構造変革の時、人々の意識や行動様式が変化する中で業界が直面している課題。時代の中で顧客から選ばれ、地域や従業員から愛される板金塗装工場を目指す、その課題へのお手伝い。水性システムこそ日本ペイントの答えです。目まぐるしい時代の変化の中で当たり前を打破し、お客様と共に未来を作る。今までも、そしてこれからも NAX E キューブ WB 水性システムをさらに進化させてまいります。